翌日はコピー缶ザ・デイ。今日山狙ってるやつはやばいでしょう。そしてうちのマンション金曜日なんですけど、もうね、学校を休ませて滑りに行っちゃっているご家庭もあるぐらい、やはりね、パウダージャンクな人たちが住む町、湯沢町、そんなところに私住んでます。街が再び雪景色に戻ったぜ。これこれ、こういう景色のところに住みたかったんだよ俺。真っ白やん。イエーイ、中里スキー場一番乗りしました。まだ誰も来ていません。さあ今日はこの湯沢町学園のスキー事業、僕のボランティア最後の日です。池ちゃん先生、今期最後のお手伝いとなります。しかもまさかパウダー降った翌日という超ラッキーなコンディション。今日もね、子供たちの安全と、そしてスキーの楽しみ方をね、うまく教えられるように楽しみたいと思います。行くぜ。すごーい、先週まで土が見えてたゲレンデがすっかり仕上がりました。たった2日の降雪でここまで仕上がります。何度も言います、ユーザーポテンシャル。もう雪を寄せて集めてストック必要ないです。山ほどあります。やったー、ピステンバーンかけたてじゃん。やっほー、ラッキーラッキー。うわー楽しそう。今日はありがとうございました。ついにこの上級者コースもかなり埋まった。ああ誰か行ってるな、一本。ありがとうございました。よーし、一本目パウダ
最高だぜ。ユーザーライフ。スキー事業の様子はこんな感じでした。さて、池ちゃん先生、最後の授業無事に完了しました。最後は、子供たちとね、フリーランできたので、いろんなところを滑らせてあげて、そしてちょっとパウダーをね滑ってもらって、その時にパウダーパウダーって声を出すことをみんなに教えてあげられました。パウダースキーは超気持ちいいんだよってことを知ってもらえたら、すごくやった甲斐があったかなって感じ。さあ、もうこれで、スキーのボランティアは終わりです。なので残り2ヶ月子供たちとのスキーをまた楽しみながら続けていきたいと思います。あー、楽しかった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 。スキーボランティア終了した数日後に、小学生たちからお礼のお手紙が届きました。こんなのもらえると思ってなかったから、いげちゃん最高に嬉しいよ。ありがとうみんな。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。せーの、アデュー。